こんばんは。扇風機つけてるからめっちゃ目乾燥する。ゆいちゃんただいま、おかえり。初見です。初見さんいらっしゃい。見てください、髪の毛切っちゃいました。あんだけ、胸元より下より下、結構下にあった。髪の毛がこんなバッサリと切っちゃいました。切っちゃったよ。もうちょっと行きたかったんけどな、この辺鎖骨らへん。だいぶ切ってんで、それだいぶそれでるの。でもこの辺やと、あのストレートした時になんか外向いちゃったりとか、結構ねややこしいんですよね。このぐらいにしました。胸元より上。新しい髪型似合ってます。そうなの、そうなんですよ。ボブぐらいにはもうしないな、限界ここかな。するとしたら卒業後、卒業後はね自由が利くからあれなんですけど、でもこの長さ好きって言ってくれる人めっちゃめちゃ多いです。メンバーでも多いですね。この長さがやっぱいいって。嬉しいですね。なんか髪の毛切ってから色気増したねとか、いいお姉さん感が増したねってめっちゃ言われんねんけど、逆にと思った。髪の毛長い方がそういうなんていう見た目な感じがしてたから、そう、あ逆になんやと思って。髪の毛切ると逆に幼くなるのかなと思っててんけど、人によるらしいですね。逆にね、金髪にはしないです。もうブリーチはしないって決めてるので。もうねこの年で、若かったらねまだ20代前半だったりしたらまだね、回復っていうの、髪の毛のその栄養だったりを考えた時に、全然やってたから金髪は、そうやってたけど、もうねやっぱ20代後半になってくると落ち着いた髪型がやっぱりいいので、あと髪の毛をね守るためにもしないって決めました。してます。ブリーチは1回はしてたけど、1回2回ぐらいは結構してたけど、今はキヤー。だからなんか髪の毛、私昔にさちょっと前まで全部ブリーチできずに、あの半分ブリーチしてまた半分後日みたいな感じでブリーチしようみたいな話になっててんけど、美容師さんと。やけど予定が合わず、あとめんどくさがり屋やったからもういいやと思って行かなかったの。半分ブリーチしたのに
そう、半分いかなくってって感じでずっと過ごしてたら、やっぱ色入る違うやん。この髪の毛黒やったらね、まだ全部分からへんけど、茶髪にするとねやっぱ分かるから。そう、でも切ってなおさら分からなくなったから、あと1年2年後で抜けてくるので全部揃うと思う。すっきりですね、だいぶすっきりです。あとこの時期はもう助かります、この長さ。ガシガシになるからあんまりしない方がいいからね。しない方がいいよね。私もそのガシガシを味わってきたから。まつげ伸びた？伸びてんのかな？全然伸びてへんね。伸びてほしい。今日まぶた、こっちのまぶたが変だったから頑張ってあれした。最近カラコンどこの？普段はあかりちゃんのやつ、コンサートとかそういうお仕事の時はあかりちゃんのカラコン使ってて、本当にプライベートの時とか今はあれ使ってます。ローラさんがモデルしてるやつ、ちょっと名前忘れたけど、していますね。カラコンは基本その2つしか買わない。そう、佐々木希美さんがモデルしてるやつも使ってたけど、あかりちゃんのカラコンに1本にしました。濃いメイクするときはね、結構いろんなものカラーコンタクト、結構派手な面、派手なやつは買うけど、もうなんかダンサブルの時はそういうの使ってたけど、もうダンサブルのメイクしなくなったから、そう、もしねその機会があるんやったらカラコンまた違うのつけてるけど、普段はでもそんな感じかな。レヴィア分からへん言えな、多分それ黒いやつです。多分それ R から始まるやつだね。顎のラインがめっちゃ綺麗。最近ねちょっと痩せたんですよ。でもちょっと加工使ってるから、これ下げてますから。ちょっとアップが猿にめちゃくちゃ可愛い。アップ、顔のアップめっちゃ痩せた？めっちゃは痩せてない。痩せたのは痩せた。話すまんで話していただけませんか？嫌です。化粧取れるから嫌です。私も痩せたんです。イエーイ。やっぱ夏はご飯食べなくなる。なんか食欲なくなるからありがたい。あとなんか自然と汗かくからそう、私は夏はね痩せやすいんですよ。冬になるとやっぱねダメなんだよな。カラコンで目の表情がなくなるの違和感ありませんか？どういうことや、表情がなくなる、どういうことや。ちょっとあんま分かんないです。ちょっとあんま分かんないな。そう、夏バテもあるからね。普通に何もしないのに3キロ痩せ、すごい。自然と普通にご飯も食べてんの。こんにちは皆さん。
前髪をどうにかしたいな。今日はアミタンの生誕祭ですね、皆さん。かわいいかわいいバプちゃんが14歳になっちゃいました。アミタンの生誕 T シャツ見たけど笑っちゃったな。客にまさか現れるとは。人間の目は目の表情で黒目が大きくなったり小さくなったりするから。そうなん？でもカラコンって基本目大きくしてもらえるもらえるやつやからいいんじゃない？分からへん。それで目ちっちゃくなったり大きくなったりする。分かるんかな、カラコンでも。長いやと分かりやすいから。そんな動物みたいな、こんなあれすんの？変わるんや。アミタン2年連続のお手紙無理かって言ってた、アミタン自身が。逆に分からんね。それがもしかしたらまたあるかもしれへんし。かわいいな、そんなに欲しいんや。アミタン今日のショールーム配信でゆうちゃんの生写真で喜んでました。かわいい、もうかわいい。どうしよう。見たブログに大好きなカニとパンダって書いてた。かわいいな。かわいい。かわいすぎる。あんな愛おしい子います？なんか。でもアミってね。なんて言うんやろ、LINE ではめっちゃデレデレなんですよ。この間もなんか連絡を毎日取ってた時あったんですよね。もうそれでまあなんやろ、私のお仕事の都合上とか忙しいを気にして連絡取らなくなった時もあったし、あるんですけど、その日によってね。で、昨日この間久々に LINE 来て、なんて来てたっけな、最近ゆみさんに会えないので会ってぎゅーできてなくてゆみさん不足ですみたいな、そんな感じやった気がするね。で、寂しくて LINE しちゃいましたってあずち送ってくれてる時もあったからさ、 LINE ではデレデレやった時ぎゅーしたいですって。あれ止まった？あれ止ま…あ、ちょっと待って、 Wi-Fi 消した。なんか画面がおかしくなってたから。いけてますかね今。そう、 LINE ではねデレデレやったのに、直接会うとね、 LINE ではなんか今日ゆみさんとぎゅーできて嬉しかったです、次はアミからしますって、ちょこちょこその LINE が来んのよ。そうならさ、あ、してくれると思って待つやん、会った時に、直接会った時に。してくれへんのよ。そうせずに、お疲れ様でしたみたいな、お疲れ様ですみたいな、なんでなんと思って。で、そのことを、あ、それでいいやと思ったから、私は、あ、みーってやるときもあるんです。こうやって手をね、伸ばすときもあるんですけど、やっぱしてきてほしいから、待ってたんですよ。あ、でもそのまま帰ったから、あ、なるほど、なるほど、と思って。で、その後の LINE で、今日ゆみさんと会ったのに、利用できなかったです、恥ずかしくて、みたいな。これがちょくちょくあるんですよね。それが可愛すぎて、
なんかもう愛おしいんですよね。ね、ツンデレや本当あの子は。かわいい、かわいい、かわいい、本当にかわいい。やばいやろ、こんな LINE できる、こんなかわいいちっちゃい子供と LINE できる世界線、私は幸せ者です。将来偉い釣り師になりそうやつ、みんな注目しときや、今のうちに注目しときや。いや完全にママ目線になりますよ、そりゃそりゃね。だってな、10歳以上離れてるんかな。あ、11個違いって書いてる。11個、それはなりますよ。師範に恋のレクチャーしてほしいですね。恋のレクチャーって例えば例書いてください。ちょっとわからないです。やばいね。ゆみちゃんにもそんな時代ありましたか。まず私連絡苦手やからな、そんなしてなかったですね。アミタンぐらいの時にそんな連絡はメンバーにしたことがないな。え、そうなん、アミって虎同士なん、一緒、もしかして俺のママにもなってください。いや、そんなでっかいよ子供は。いや、だって一回り違うのびっくりよな、ほんまに。アミは最近生まれた子やから、もうきゃー、恐ろしい。もうまあでもメンバーみんな可愛いけど、またみんなそれぞれの違いさが、可愛さがあって、でもアミの可愛さはもうバブちゃん、 NAB で唯一のバブちゃんですよ皆さん。あのバブちゃんを見ないなんて損してます、本当に。みんなちっちゃくて可愛い、成長も早い、成長も早いからこそちゃんと見守ってあげてください。いやいや、僕のママに取り合いしてる。あ、でもゆうちゃん、ゆうみちゃんマイティーには甘えてるもんね。あ、そうやね。あ、そうやな、唯一後輩で甘えれるかもしれへん、マイティーが。うん、完全にデレデレになれるのはマイティぐらいかな、本当に。うん、そうやね。なんかね、マイティが落ち着くっていうか、コジリンとチヒはまた違う、あの違うあれやけど、マイティはなんかな、甘えれちゃうのよ。なんかこ、まあ、ゴジリンとチンヒはなんか同期みたいなもんって思ってしまうけど、マイティは後輩やけど、なんやろ、なんか違うねんな、ちょっと違うねんな。
あれママ髪切った？切ったよ切ったよ切っちゃったよ。すっきり10期生でもっと年下来るかもしれないのか怖い。まあそりゃな年下増えてくるからそりゃね来るよね普通に考えて来るよね。お楽しみですね。なんか暗くない？このショールーム。ほんまに？天気最強やねんけど。今日も顔面強すぎませんか？嫁になってください。顔面強すぎませんかって言葉いただきました。ありがとうございます。小学6年生とか入ってきそうやもんね。普通にな。だって、どの規制、あ、どの規制でもないんか。それ入ってくるでしょ。え、何歳から OK やったっけ？むしろ私ウェルカムやねんけど。だってさ、アーノンとかはさ、だって来年成人式ってことやろ？あれ？今年で20歳？あれ？そうやな、来年で成人式ってことは、え？やんな。今年20歳ってこと？あのもバブちゃんやったけど、こんな大きくなっちゃってだよね。こんなことね、私言ってるじゃないですか。こんなこと言ってるけど、私から私もそうやったから絶対同じ感覚になるから、みんなメンバーのみんなのと、私やっぱお姉ちゃんたち言ってたじゃないですか、1期生さんとか2期生のお姉ちゃんたちもその感覚やと思うんですよ。って思うと、はあ、時代やなって思いますね。せいでケイトも大学生ってもうね、うわ、テトラはテラに対抗して矢から作りました。矢からいいやん、もう何でもできるやん。その矢からにも入ってみたいな。皆さんは逆に何年前から NAB をしてくれてたの？何年目になるの皆さんは。無理食べよう。うん、お披露目からやって進行、私より応援してくれてるんと、5周年結構前の、え、5周年ってさ、なんかめっちゃ大阪城ホールでお芝居とかバンドやってたやつじゃん、赤白に分かれたりとか、あれ好きやったわ。まもなく10年、おゆいちゃんはして1580日だって。 TikTok でトッキングでのお披露目が流れてきたけど、ゆいちゃんのミーキの身長差があったわ。そうやね、私めっちゃちっちゃかったもん、148センチとか言ってて、今は161、2らへん。ほぼ初期からファンに
ファンではあったけど公演見に行くようになったのが 3,4 年前やって、はあ、嬉しいよね。最初は何だったん、次はゆいぽんね、次ゆいちゃん卒業したら来る。あー、繋いでいってるね。5周年が最高やった、5周年みんな最高やったっていうのは、メンバーもめっちゃ好きだったね。5周年が11から12年、お一緒ぐらい。梅ちゃん、レイちゃん、レイニャンが来てから、あー、兼任ね、兼任メンバーね。アミタンが身長170になったら泣く泣く泣く、だって私より超えてるやんそこではないけど、あんな大きくなっちゃうんだなって、胸がギュッと締め付けられるかもしれない。3周年で終わるね、見て釣られました、あれは最高でしたね。さやかさんのワルキー見れるってね、やから団長として入ってくださいね私がトップやったらね。私と初めての握手会が高嶺のリンゴ、キヤーキヤー。私は12歳で入りました。12歳ですよ。12歳が今は今年で26になります。やっばー、26だって。いやー、いや、ほんまに人生の半分やってきたからな、考えますね。まあ、むしろ長年長くやっててよかったなって思うかな。うん、だって私10年以上で、まだこの年なんてめっちゃ言われるから若いんですよ。 NAB にいるとそれはね、若い子が多いからって思うかもしれんけど、私より上もいるからって思うと、若く入っててよかったって思う逆にねえ。でもやっぱ一番寂しいって感じるのは、やっぱ長年やってきてる分、これここが当たり前、過ごしてきた時間が当たり前になってるから、それはもちろんずっと同じ生活で、もう言ったらもう家族みたいなもんじゃないですか。その本当にアットホームやからこそ考えれない卒業、なんやろ、今までやってきたことがパッとなくなる瞬間はやっぱ寂しいなとはなるんだろうなって思う。でもその反面、まあ一人の女性として責任持ってやらなきゃいけない、それはもちろん不安やし、今まで支えてくれてる、守ってきてくれた分、次は自分で責任を持ってやらなきゃいけないかなって思うと、一人の女性としては成長できる楽しみはあるけど、不安の方はもちろんでかいです。何してても不安やと思うし、でもそれを一歩踏み出さないとね、30歳まで、まあ卒業発表の時も言ったけど、30歳までやってもいいのかなって思ったけど、やっぱどこかでは新しいものを
やるにあたって何かを手放さないといけない時が来るから、NAB ながらできることもあるとは思うけど、いっぱい考えましたね。けど、まあ、その分自分が今まで NAB48 として活動できた期間はもうやりきったのかなって思ったから、まあそのでも年齢でね区切ると私は確かにこのタイミング、たまたまこの25歳で決定というか決断したわけであしたタイミングやったから、なんかみんな年齢で25歳が節目とか言うけど、その年齢で考えたわけじゃないから、そうたまたまその年齢が今やっただけであって、まあ、普通に超えてるメンバーもいるからね。しかもゆきりんさんがね32歳までやり続けてることによって、多分他のメンバーからしたらめちゃくちゃ25を超えてるメンバーはすごくやりやすい環境を作ってくれたっていうのもおかしいけど思いますよ。めちゃくちゃでもそれは考えるよね。だって人生の、だって女の子はさ、やっぱり20代が勝負やんか。それは25を超えたらまた環境が違うくなるから、それは考える区切りでもあるから。でもそれがたまたまで卒業していくメンバーもいれば、その節目に考えるメンバーもいるから、でも私はねたまたまなんですよ。これは若手の芸人さんに姉さんと言われてたのは笑った。いやー私は確かに言うたら芸人さんよりも先輩の時もあったから、なこれって思う瞬間はあった不思議な状態がずっとあった。シハのタイムをめちゃくちゃ好きな曲で、嬉しい。いい曲ですよね。本当にいい曲もらったなって思う。初めての振り付けがその曲で良かったなって改めて思った。幸せになってなろうねって、なりましょう。一緒になりましょう。私も皆さんの幸せをめちゃくちゃ願ってます。いくつになっても親父にとっては永遠アイドルですわ。嬉しい。年齢で区切って悔いが残るのは嫌よね。そりゃもちろんね、悔い残してネビー辞めて行くのは私も嫌だったから、悔いのない、何やろ、自分がやりきったーと思える瞬間の時が来たら卒業しようと思ってたらこのタイミングだったので、本当に悔いはないです。もちろん寂しさはあります寂しさはあるけど本当に悔いはないです。もう全力でやってきました。練り切りました。年齢なんて関係ない、今までやってきたことは財産になってるはず。いや本当に
本当に本当にそれです。イエスシアターのステージは芸人さんも含めてゆうちゃんが一番先輩やな。あ、そうなの。わーわー、普段経験できないことも経験させてもらったし、だから皆さんも悔いのないように推し活動をしてください。雨っていつ止むんやろ梅雨の時期がやっぱ今入ってるからほんまに。いや昨日の昨日公園やってんよな。帰りすっごかってんけど雨ザーザー。ザーザーよザーザー、めちゃくちゃ。今はね。でもまた降るやん絶対。でもなんか水曜日だけが晴れみたいな言ってた。明日か水曜は晴れみたいなこと言ってたで。今は絶対気づかないね、家に帰った本当に。25歳なんてまだまだまだ長い人生の始まりのようなものね、本当にね。頑張ります。明日の3日は晴れ曇り、晴れ時々曇り、明後日の4日は曇り時々晴れ。あ、そうなの。じゃあ雨はあんま降らへん。雨降らなさそう。一応でも傘を持っていかないとな、急に降った時困るやん。てっぺんラジオ楽しかったってこれ言いたかったかな。てっぺんラジオ楽しかった。久々に出演しました。ゆうちゃんの活動を見届けてから断捨離就活就活っていうのがします。多分かせやてっぺんラジオ収録してるから聞かなあかん。
聞いてよ。うめえね、笑って。笑うね。しばらく公園行けないのつらい。テスト頑張って。またのり食った。ゆうちゃんママ推しは続けます。ママ推し会、ママ推し会、わしじゃなくてママ推し会。初見です、初見さんありがとうございます。ゆうちゃんのかりんちゃんのソロコンについて語りたいやって。さたろー、かわいかったかりんちゃんの。うーん、しもうね、メンバーとね、あ、なんかついてる。めちゃめちゃ盛り上がったよ。なんならちひーとあの出口に間挟まれててんけど、めっちゃ盛り上げたよね。おじりーとか言ったり、アンコール、アンコールめっちゃ待ってた。アンコールーって、おじりーっそうね、みんなと拳突き上げて、おいおいとか言ってた。楽しかった。なんかさ、客席でさ、あんまりさ、ライブ、メンバーのライブを見ることが本当にないから、あるとしてもリハーサル、本番とかがないから、超楽しかったよね。これを常に私たちは届けてるんやと思うと、なんかなおさら、なんやろな、やっぱ立ってる側としても見てる側も経験できたから楽しかった。今日も大好き、今日も大好き、この言うたよね、閉めるんだ。そう、こじりんのソロコンのセットリストは事前に教えてくれてたから、そう、でもそんな、なんかね、まあ、パザーって見ただけやねんけど、あれ制作熱はずっといてきてん、裏でなんかあって、今回って作曲、あ、じゃあ制作、あ、作詞したんですけど、本当に恥ずかしくてずっと言ってていいよな。そう、でもその話とかいろいろ聞いてたら、聞いてたからこそいざその曲を聞くと、なんか涙、なんじゃろ、うるうるしてきて、そう、やっぱりずっと隣でいるからこそ、こじりんの存在だったり、私たちが思うこじりんとさ、やっぱ自分から思う自分自身ってやっぱ全然違うわけやん。で、歌詞にもさ、あれ歌詞出してほしかったな。そう、私歌詞見れてなかったからさ、そう、でもやっぱりこのワードがあるとか、自分に対してこのワードが言うのが、いや、まあ言ってたけど、本番でもなんかファンの人に言っちゃうと悲しい、こう思わせるけど、自分自身が見直せる時間だったから、まあ、よかったですとはなんか、うん、言ってたけど、でもかっこいいよこじりんは。みんなもそうやけどさ、やっぱ自分、人から見られてる自分と、やっぱ自分自身が描いてるものってやっぱ全然違うからさ、それが、うーん、なんだろう、
もう自分自身にしか分からないものってたくさんあるけど、でもその分なんやろな、でもかっこよかったな普通にかっこよかった。キャプテンさすがだよって、もっと自信持っていいのになって思うけど、その自信を持たせるにはね、かっこいいよね。あんだけかっこいい、やっぱ NAB ってね、秘めてるものを、まあ、私もそうやけど出さないメンバーが多いから、もっと出していったらいいのになって、感情をあらわにしたらいいのになってめっちゃ思う。かっこよかった本当に。そう、私はね、ワンツーはいけなかったからね、そう体調がよろしくなかったから、たまたま体調不良がもうその日に全部かぶってたっていう最悪な、だから今回こそはと思いながら本当にかっこよかった、かっこよかったよコデリンチハンぶっちかっこいいよ。いやー、ありがとうございます。やっぱコンサートっていいですね、素敵。なんで今年はこんなライブ少ないの？少ないか？基本多いんじゃない？だって言うて夏までって基本なんもないやん、公演でしかないやん。夏から以降はさ、結構ライブ詰め詰めに歩くない？毎年何したっけ。あー、リクアワか。リクアワか。あと渚のソコンサートとかもあったからじゃない、タイミングが。全部抱きしめるゆうちゃんにも、全部抱きしめろって何の歌やったっけ。あ、今日今歌ってたやつかこの歌いいよねこの歌めちゃめちゃいい、めっちゃ盛り上がったもん、ジヒーと「あいあい」とかやってたんや多分どの会場にいてたファンよりも盛り上げてましたはい、ユーミンがいなくなるってまだ実感ないです。まあでもあと半年ありますから
そりゃ実感湧かないよ。徐々にね、徐々に。今私も実感湧かないです。全然湧かへん。この間の大阪ラストのイベントだって全然実感湧かないんですもん。あれもうあれ終わったんや、あれ私あれラストだったっけってそうなる。本当に そうだよ。いや本当にね、あっという間だよね、半年なんて。だってもうあれやで、上半期終わって下半期に突入。キャー悲しい。まあでも寂しいけど、その分思い出をいっぱい作りに来てくれたら嬉しいなって思います。お願いします。まああと半年あるし、ちょっと後回しはやめてくださいね。また会いますか。また会いましょう。それはそれはまた会いましょう。またいつかね。でも私は今を楽しむ人なので、今は楽しんでくれたら嬉しいかな。ルームスしない、あ、しようかなと思ってる。あのこのショールーム終わったら。45分になったらショールームあります。立派な輩になって会いに行きます。怖いな逆に。どんな輩になってるか楽しみにしとこう。最後までゆうちゃんの笑顔でたくさん過ごしましょうね。でもなあ、なんか公園とかはね、みんなのそれぞれなんか住んでる場所とか仕事の都合上とかあるから厳しいかもしれないけど、いっぱい笑わせに来てください。こんばんは。皆さん私のファンクラブ加入してね。だからゆうちゃんも笑わせてね。任せて、任せろ。昨日の公演チケット申し込み変わって、しっかり申し込み忘れてね。せやね、7月からね変わったからね。
ファンクラブ、そうです、ファンクラブにぜひお待ちしてます。存在が忘れられないように頑張ります、点々ね、できるだけ待ってます。はじめまして、はじめまして、神々ゆうちゃんとお話できたの楽しかったってさ噛んでた私その時。また神々ゆうちゃんと話しに来てください。はじめまして、ゆうみちゃんのいる公園入れるのも限られてるから一回一回ゆうみちゃんの姿を目に焼き付けますね、お願いします。ゆうちゃんお疲れ、仕事あつあつあつ、ちょっとそろそろランキングでもかな。ランキング発表します。13位中平康介さん、12位キューマさん、11位ゆうなさん、10位 GHP さん、9位キーちゃん、8位黒豚、7位マリンプー、6位ナナちゃん、5位しまこさん、4位おみずちゃん、3位しーやん、2位じんさん、1位は佐世保のてっちゃんでした。ありがとうみんな。これからルームズの配信に、ファンクラブの配信に行きますので、ぜひお待ちしてます。バイバーイ。みんなありがとう。